はい、おなす、パッチ大原です。今回はお前たちにコンビニで買える美味しい食材を紹介しようと思う。それがこれ、香ばしい、焼き鳥炭火焼き。これはいつも冷凍食品なんだが、店頭のお前たちはただこれをレンチンして食べて美味しいって言うだけかもしれないが、今からこの動画ではパクチー大原流の美味しいこの炭火焼きの食べ方をご紹介したいと思う。まずはいつも通り、まずはこのここに載ってる通り、レンチンします。レンチンしてからがお楽しみってやつだよ。さあ、今すぐレンチンの始まりだ。2分経った。ここでこの香ばしい炭火焼きを取り出す。ちょっとアップで見てみようか。なんていい香りなんだ。これはもちろんこのまま食べるのでも美味しいんだが、俺はここで一工夫入れる。どうだ、美味しそうだろ。もちろんこれはこれで十分美味しい。ちょっとまず一工夫入れる前に一口食べてみよう。少し冷たい部分があるが、かなり美味しい。だからこのパクチークッキングでは、これをさらに美味しくする。これをさらに美味しくする。そのために必要なのが、ミキサー。じゃあこのミキサーでさ、美味しく作っちゃうから。じゃあこのミキサーを使ってこの鶏の胸肉をさらに美味しくしてみよう。これだけだとミキサーちゃんと回ってこないから、ここにコップ一杯の水を入れる。これも重要な調味料の一つだ。水もな。これで常温の水浸しの焼き鳥の完成だ。しかしこれを一つボタンを入れることで魔法が起きる。それではスイッチ。大体10秒ぐらいかき混ぜれば大丈夫。これで美味しい焼き鳥マッスルシェイクの完成だ。香ばしい焼き鳥の匂い、シュワシュワ入ってる。焼き鳥が美味しいよ、美味しいよ、僕飲んでって言ってる。これを飲まずにはいられない。じゃあ、ある意味ビールのような感じもしてくるよね。ちょうど夜なんで、これを片手に乾杯でいこう。美味しい。